プラトゥーン最強小学生軍団決定トーナメント福岡大会決勝戦2戦目レディーゴー。さあ潮の見えでん、このステージがラストとなるのか、それとも出張8話レイズチームがもう一戦を持ってくるのか。さあどうでしょうか。各チーム武器を見ていきましょう。まず出張8話レイズチームリーダーヒューガ君、オクタシューターレプリカ、そして2プレイヤーのオーガ君ゴーニーガロン、そして3プレイヤーのタイチ君ダイナモローラー、そして4プレイヤーの高彦さんノバブラスターネオとなっています。さあそしてブルーの IOK チーム1プレイヤーのユーダイ君、こちらもダイナモローラー、そして2プレイヤーのユウキ君オクタシューターレプリカ、3プレイヤーのリック君がプロモデラー RG、 そして4プレイヤーのタイキ君若葉シューターとなっています。さあ先ほどから IOK チームは武器を変えませんでしたね。そして一方の出張8話レーズチーム、ここはどうでしょうか。少し武器を変えてきてますね。さてマップ北側がオレンジ、さらに中央もややオレンジでしょうか。そして南側もオレンジと、現在は出張8割レイズチームがやや優勢という感じでしょうか。しかしこの潮の見えでこの北南そして中央がコロコロと色が変わっていくんです。ここはボムラッシュ、次々とボムが飛んでくる。しかしブルーの IOK チームスーパーショット2人倒しています。少しずつ色が変わってきました。さあ残りはもう1分半を切っているが、この残り1分半でこの北中央そして南があと何回色が変わるのか。北側がブルーに染まり始めました。 IOK チームここでトルネードが放たれる。北側に着地した模様です。しかしオレンジの出張8割レッズチーム中央エリアから何とかして色を塗り替えていきたい。残り時間は1分切った。さあこのまま IOK チームが福岡最強を決めることができるのか、それとも出張8割レイズチームがちょっと待ったと後ろからやってくるのか。残り時間が少なくなってきた。しかし色がまた変わり始めました。一度はオレンジに染まり、そしてブルーに塗り替えられたこの北側エリアがまたオレンジに染まり直してきた。そしてここでメガホンレーザーが放たれる。さあブルーの IOK チーム反撃なるか。中央エリアから再び北側エリアを狙っていく。そしてオレンジ出張8割レーズチームスーパーショットが飛んでいく。残り時間あとわずか、カウントダウンが始まった。スーパーショットが飛んでいく。これはどうだ。ジャッジ君の判定を見てみましょう。福岡最強は決まったのか。 47.9% 福岡最強チームに IOK チームが確定しました。おめでとうございます。